まあ信教の話をねいろいろ教えてもらったんですけども、日本って結局、まあ、政治とその宗教ってねなかなか来ても切れない状態な、うん、特に最近になってねもうあの本当にあのすくすく思うんですよね、はい、その辺についてどう思われます？政教分離はインチキインチキやっぱりで、いや宗教というのは根本的に自分が信じるものを崇めるわけでしょ、うんうん、ただし今問題になってるのはその宗教も偽宗教で金儲けしてるやつがいけないってことでしょ、まあ、ね、そうです、そうだよね、カルトですね。だから宗教っていうのは基本的にこれは政治イコールなんですよ、うん、だから再生一致当たり前なんです。うん、再生一致じゃあもう分離はできないってことですね。できない、はあ、いやいや分離するっておかしいでしょって。自分はこういうことやってますと、でもこういう政治を縛りますと。政治なんてのは人間生活の全てなんだから、その全ての中において自分が信じるものに対して否定するってことはありえないでしょ。じゃあ今の公明党の坊主創価学会にしろ、うん、あるいはいろんな宗教やってる、じゃあ人間が政治やっちゃいけねえのかってことでしょ。人それぞれ勝手に思ってんならいいじゃねえかという話ですよ。じゃあもう要はその、今その癒着しているその政治と宗教の問題には割と寛大的な考え方ですか？寛大というよね。いや今の問題についてはあれは宗教と考えるんじゃなくて、宗教を活用したいわゆる韓国人のためのさ、いわゆる罠でしょ。ドイツ教会はそうだよね、罠なんだから。あれは宗教の顔をした、ね、韓国機関なんだから、そういうものに対して我々自身が金を吸い取られて、でわけわかんないね、日本人とわけのわかんないところ結婚させられたとかね、だかそういうものを許してる方がおかしいってことよ。で だけど許すどころかもう結構加担してるんですよね、一部の政治家が。だからもうそれは票のためよ、票のため、ね、だから票のためだったらね、うん、自分の魂を売り渡す、だそれが今の低たるくした日本の政治家の無様な姿よ。だからそういうね面倒さいことをあの一層ね中国共産党のやり方をねあの真似すればいいの、宗教一切もうダメだと。いやそういうさ、いや宗教ダメって共産党のやつは、うん、宗教怖いからそういうこと言ってる。怖いからね。そうでしょ、宗教が入ったら自分自身否定されるってことは関係ねえだろと。宗教を勝手にやってくれと、好きなことやってくれと。法輪功でも何でも、法輪功でも何でもね、法輪功ね、法輪功でも何でもいいからよ、いいじゃねえかと。はい、ね、共産党は共産党でそれとは違う事件だと言うがいいものさ、いやリブっちゃってからさ、弾圧するでしょ。弾圧するってことは弱いってことじゃない。だから政治っていうのは、我々私の考えてる政治運動っていうのは人間生活をいかに幸せにするかと、強くするかってことなんだから、宗教なんだろうか関係ねえってことだよ。そのぐらい度量を持たないと何もできないでしょと。だ今の政治は政治やってないのよ、うん、これ、ね、自分の聖域に宗教みたいなものでかじられてからが問題なんでしょ、うん、いや票固めなんだから、坊主の票を得ていいから公明党が出てんだからよ、ね。まあ、今はね、自分の主張主義をね、まあ、答えたんだけど、あのどれほど日本国内でね、まあ、感銘されあのしてくれる、まあ、信者じゃないけど、まあ、あのそういう方々っていらっしゃるの？いなきゃやってないでしょ。いなければやりませんよ。どのくらい？いやそれは無数、うん、どのくらいって自分もうあの統一教会には勝てないでしょ、人数が結構。まあ、あのいいですか、うん、幸福の実現と、あそこには勝てるじゃん。あれもなんか結構自称いっぱいいるから結構勝てないかな。シューさんな、はい、そういうくだらんさ比較はやめろってことよ。なるほど。そんなのいや私はもう凡人だからそういうしかできないので。そんな数がいるからとかね、いねえとかな、はい、数が力なりじゃん。それは民主主義に毒されたやつの言い分よ。あ、そうですか。私も毒されました。明治維新でね、はい、明治維新で、まあね、じゃあそれを転覆させるとさ、ね、そうだよね、数がいなきゃいけないってのは弱虫の考え方だよ。女な、一人立って立つと、一人で立つんだよ。うん、そうすると、ほとんどがみんな羊みたいなやつだから、うん、そこで初めてみんな寄ってくるわけ。ついていくんですね。そうでしょ。女ね、狼一匹で、100万頭の、ね、羊をさ、うん、操ることができるんだから、羊は羊、永遠にライオンはなれないわけ、うん、そのぐらい、だけどその狼は羊を操るどころか全部羊を食ってしまうんだ。いいじゃねえ、バカな羊を食っちゃっていいんだよ。女のよ、当たるんだよ。怖い、結局壊れるよ。
だから敵は食っちゃうわけよ。なるほどね。敵になるんだよね。そういうことですよ。うん、